木村慎吾は青森朝日放送の元アナウンサー。報道記者も兼務していた。岩手県森岡市出身。血液型は B 型。岩手県立森岡第三高等学校福島大学卒業。2004年11月、青森朝日放送に入社した。2008年7月6日に、後日の海上自衛隊、官邸火災事故取材活動のために登場した。 ヘリコプターのアクシデントにより消息不明となる。2009年6月17日に第2管区海上法案本部から死亡認定を受けたと青森朝日放送が発表した。2008年7月6日、同日未明に発生した海上自衛隊護衛監査は雪の火災事故の取材のためヘリコプターに技術協力会社のカメラマンの大森晋司とヘリの機長副操縦士の 計4名と登場し、現場へ赴いたが、青森県内、正木沖付近で消息を絶った。当時、現場付近では、脳無注意報が出されていた。青森海上保安部巡視船などによる、捜索の結果、翌7日には、木村の社員証などが発見された。同月9日に同乗していた、副機長の遺体、ヘリのキャビンが発見されたが、木村を含む3人が、 行方不明のまま同月13日に捜索は打ち切られた。機長の遺体はこの2日後の15日に発見されている。2009年6月17日、事故を起こしたヘリコプターに搭乗していたカメラマンの大森と共に、行方不明のまま事故発生日の2008年7月6日を死亡日とする死亡認定を第二管区海上法案本部より受けた。ありがとうございます。